シネマシティは、東京都立川市にある、地元資本系のシネマコンプレックスである。シネマワン及びシネマツーの2巻を運営している。なお、シネマシティという名前は地域を連想できないため、立川シネマシティとも表記されている。シネマシティの代表取締役である、河出幸太郎は、アーティストの日々の勝彦、照明デザイナーの海藤春樹、 店舗デザイナーの鈴木恵千代と古くから友人同士であり、彼らとの会話をきっかけにシネコン構想が持ち上がり、映画館のようではない映画館をテーマにシネマ式が誕生した。当時の映画館としては斬新なファッションビルのような外観。各階フロア、各シアターごとに異なる雰囲気になるよう演出された空間。 サンクスや DCS を導入するなどの音響へのこだわり。遊び心ある個性的な映画館となった。日本一音にこだわる映画館を自称しており、シネマ2誕生時にはサウンドスペースコンポーザーの井出博明により開発されたオリジナルの音響システム、キック、リアルサウンドシステムを導入。その後、シネマ1にもアナログプロセッサを導入した発展系のキック、 リアルサウンドアナログを導入している。シネマ 1G、J スタジオを除く、全スタジオに、マイヤー製のスピーカーを導入している。このうち、シネマ 2A スタジオは、センターチャンネルにレオパードラインアレースピーカーを8台と、900LFC を1台、LR チャンネルにレオパードラインアレースピーカーを6台と、900LFC を1台、サブウーファー 2100LFC を3台、サラウンドに、 hms-12 を12台、最高列のシートに mm-4 xp を4台配備している。a スタジオは2015年から2017年にかけて段階的にスピーカーを入れ替えた。改装前はメインスピーカーに mts-4a、サブウーファーに 650p、サラウンドにアプッチ -1p を使用していた。これらのスピーカーは改造後に 内部ユニットを新品に交換する整備を行った上で B スタジオに移設された。F スタジオには映画館としては世界初 DCS という最新システムが採用されていた。劇場内の音響特性を分析してデジタルでコントロールすることですべての客席で同じ音を楽しむことができた。現在は廃止されている。 しかしこのシステムがその後のシネマシティ独自の音響システムであるキック・リアルサウンドシステムの誕生に影響を与えている。g スタジオは都内初のサンクス認定劇場であったが、現在は認定を受けていない。本来はサンクスのスタッフが設計段階から監修するが、音響にこだわるシネマシティは独自に建設して完成後にサンクスから認定を受ける形をとっており、 日本で初めて日本人の手により作られたサンクス認定劇場であった。シネマシティのサウンドシステムには映画館としては珍しい音響調整卓が組み込まれており、これを活用してプロの音響家により調整を施した極上音響上映や、これに加えてウーファーを追加設置して重低音にこだわった極上爆音上映を行っている。特に 国上爆音上映の知名度を上げるきっかけとなったマットマックスイカリのデスロードと音響監督の岩波美和が現地に赴いて音響調整を行ったガールズパンツァー劇場版は空前の大ヒットを記録した独自の有料会員制度である年会費1000円6ヶ月会員600円入会すると鑑賞料金が特別料金のものを除き平日1000円 土休日1300円となる。また、土休日の20時以降に上映が開始される、レートショーの鑑賞料金も、極上爆音上映のものを除き1000円となる。また、コンセッションのフード割引、ウェブ予約の際の手数料免除、会員限定の先行予約、特別試写会などのサービスがある。さらに、会員情報を追加パスも、 楽天エディナナコアオンなどのファリサカードと紐付けすれば、チケットレス入場や券売機での会員価格の購入が可能となるほか、券売機、予約発券機でのチケットの予約発券も簡単になる。コンセッションのフード割引も紐付けされたファリサカードを提示することで受けられる。ファリサカードを所持していない場合は、有料でオリジナルデザインのものを購入できる。 独自のシステムを使用していて、クレジットカード決済の未対応している。ムビチケや、前売り券などは使用できない。また、シネマシティズン会員でない場合は、50円の手数料が、かかる。その反面、上映開始20分前で、チケットの発券もしていない状態であれば、予約をいつでもキャンセルすることができる。ウェブ予約の開始時刻は、シネマシティズン会員向けの先行予約は、 上映4日前の午前0時から、会員向けは上映3日前の午前0時からである。人気の高い作品は予約開始から数分で満席となることもしばしばある。また、予約はキャンセルできるため、満席となった作品でもキャンセルの出た席を予約、購入する、いわゆるキャンセル待ちが可能である。ウェブサイト上での情報発信の他にも、メールマガジンを配信している。 内容は、極上爆音上映、極上音響上映が決定した作品の告知や、注目すべき作品の紹介など、注目度の高い情報は、メールマガジンで、いち早く発信される場合がある。また、ツイッターでも、犯行人アカウントと称するアカウントを中心に、積極的な情報発信を行っている。以前は、シネマシティシークというチラシを定期的に配布しており、 その後、メールマガジンに移行、2011年に最終回を迎えた。現在は、シネマシティニュースとして、会員や登録者にメールマガジンを配信している。立川セントラルのみ、地元商店主出資の立川セントラル劇場株式会社から、辰巳工業が釈用していた。ありがとうございます。